皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日はいちごヌテラチーズケーキの作り方を紹介します。加熱調理なしで作ることができ、冷蔵庫で冷やしてあって冷たいので夏にぴったりのデザートです。材料は6種類だけで簡単に作ることができます。材料はバタークッキー 75g、 バター 75g、 砕いたヘーゼルナッツ 25g、 ケーキのクリームの材料はヌテラ 250g、 フレッシュチーズ 250g、 いちご 250g です。まずバタークッキーをミキサーで粉末状にします。バタークッキーの粉末にヘーゼルナッツと溶かしたバターを入れて混ぜます。ケーキの型の底にクッキングペーパーを敷いておき、混ぜ終わったものを入れていきます。そこに均等になるように敷き詰め、スプーンで潰して平らにします。できたものはクリームの部分を作る間、冷蔵庫に入れておきましょう。次にクリームを作ります。ヌテラ 250g とフレッシュチーズ 250g をハンドミキサーで混ぜます。いちご 250g はヘタを取ってカットしてあります。まずケーキの型の中にクリームを半分くらい入れます。さらにその上にいちごを半分くらい並べます。残りのクリームを入れて均等に広げます。その上に残りのいちごを敷き詰めます。これで少なくとも2時間冷蔵庫に入れて冷やします。冷蔵庫から出しました。ケーキの型とケーキの間にナイフを入れてからケーキを取り出します。最後にパウダーシュガーでデコレーションします。これで完成です。ヌテラのクリームがたっぷり入っています。お好みの大きさに切り分けて食べてみてください。DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。ではまたお会いしましょう。